いわばヘルベルのカノンです。Thank you.
ちょっと今日はまた高い音の、なんていうかな、高いところでギギギッとなっちゃう、まあ、強く出したいと思ってるんですけど、ギギギッとなっちゃったらダメだからね。最後のフォルテの、フォルテスモの前のフォルテのところはちょっと弾き方を変えて、そのだんだんと強くしてだんだんと弱くする、一つの音の中でそういう風にしてみたんですけどね、どうかな。あとは、あと、まあ、もちろん細かいところをできるだけ弓がフラフラしないようにしっかり安定してまっすぐ弾くっていうところを気をつけなくちゃいけないなと、まあちょっと思ったんですけど、まあちょっと中からそれを気をつけようとしたんですけどね、まあある程度できたけど、ちゃんとはできてないとか、そんな感じですかね。